さあでは行こうか。これはなんていうところにたどり着いたんやろう。いやこんにちは、ここは港町コスタリベラだ。コスタリベラ、ちょっと売ろうか売るか預けるか、あ、倉庫や、入れる、どうするも一応この辺入れとこうか。場所替えの杖、モルハンの杖、なんや、結局そんなんか。はい、まあとりあえずちょっと一旦待って、打ったりもしたいし。小さなメダルのさ場所、あ、薬草来た。小さなメダル王みたいなやつもどこにおるのかすごい気になりますね。ゴールド銀行ね、はい、一通りあるね。ちょっともう一回預けよう。じゃあ入れる、小さなメダル、はい、あとはちょっといろいろ打ってくるわ。綺麗なエビアとか売りたいんでね、これ出す。あとはいいか、うん、小さなメダル4枚、まだ4枚なんで正直そんな溜まったとかじゃないんですけど、貴重な舶来品、杖の専門店、そんなんあんねや。じじいしか来へんやろうわー高っ。ほら人形よけの指輪めっちゃ高え。マジっすか、綺麗な指輪より高いやんけ。どんな杖を思ってんのかね。バシルーラ、幻術師、ドルイド、もうややこしいな、もう高ー、ほんでアホ幻術師、もうややこしい。これ、ワープさせてワープした場所で金縛りにするのが幻術師、一時しのぎの階段じゃないバージョン。ドルイドがワープさせてワープした場所で眠らせる、祈祷師がいろいろな効果がある、妖術師がいろいろな、ややこしいわ、もうマジですごい、マジで舶来品やわ。うわ、専門店めっちゃある。すごい。お前。お前。お前。めちゃくちゃやんけ。なんやねん、これ。一個のブーメランって何？遠くからモンスターを攻撃できる。モンスターに命中すると混乱させて自分の近くに引き寄せることができる。装備すると L ボタンで打つことができる。え、無限に使えるのかな。いや、呪われ方が尋常やないの。信じられへんな。ネトロ、お客さん、人は世の中が平和な時にこそかえって不安を感じるものなんじゃろうか。はいはい、お店いっぱいありますね。ただいま特別サービス中、巻物、うわー、いろいろあるな。レミーラー、モンスフロアチケットモンスターの位置、千里眼がアイテムですね。トラマナ、ルカナンフロアジュのモンスターの防御力を下げる、ザオレオユミと、あー、やばい、キルトとかあったら欲しかったですけど、これ、毎回変わんのかな、品揃えって。これ例えば魚、この向かいの店では買わない方がいいよ。いや、わかるわ、めちゃくちゃガチガチ呪われてたもん。グレートバレイナ王の使いである品を探しに来たのだが、どうやらここには売っていないようだな。グレートバレイナ王っていうのがおんねん。まあまあ、ノーマルな道具屋さん。え、ちょっともうちょっとまともな店ないのか。鍛冶屋さんとかはないのか。おやつまだかな。鍛冶屋さんさ、50円盗んだ、50円盗んだ、女の子の夜とこで。ね、僕だ、今帰って起きてくれよ。夢がどうのこうの言ってたから、夢の世界行っとんのかな。え、また外れなの、悔しい。グーグー、何、ギャンブル？ギャンブルかな。さっき夢の
話本棚であったけど意味なんか関係あんのかね。温泉プールだったらいつでも入れるのにな。温泉プールって何？温水プールのことかな。最近の若い船乗りは全くなっとらんわ。開いた。いやー、家事屋さんないか。今シンプルになるための勉強中。お城の王子様みたいにはなりたくない。アホなんや。なんか問題を抱えているのか王子様は。グレートバレーナ城まだ行ってない。王様はとても心の広いお方、きっとあなたのお力になってくださいます。王妃様のことになると人が変わる。そうなんや。よし、一応まあセーブして、あのクソ女から離れたからな。でよし、言うてでもレベル結構高くなってきましたもんね。ロープレで言ったら23やから、まあまあやで、もう転職できる年ぐらいやしな。おじいさんとか最近愚痴ばっかり、もう年だからって王様の船を降ろされたのがよほど悔しかったので。王様が船を持っていると。店これで終わりか。何これ港？あ、港っぽいな。でっかいだろこの船、北のグレートバイレンナ城の王様の船なんだぜ。これに最終乗れるようにならなあかんのかな。これをもらうみたいなことなのかな。船旅に出るためにグレートバレーナ王に謁見するというか。いいね。階段、あ、カジノ、あ、モンスター闘技場や。モンスター闘技場、コイン、火薬壺ゼロ点、ゴミやん、ただの壺やんそれ。うーわちょ、おいスパーク、君とスパークゴールドウィップ、うわー、モンスターゴールド落としやすくなる、ブレッドハンド、パン落としやすくなる、うわ、いいけどたっけーな。え、ちょっと待って、めちゃくちゃ高ない？ 6 万コインってこと？ぼったくりもええとこやけどね。まあとりあえず50枚やな。闘技場でもむずいんすよね。あなたが育てた魔物たちをぜひ参加させてくださいね。育てた魔物たちを参加させる？一覧めっちゃいっぱい出る、めちゃくちゃいっぱい出る。何これ、はあ、勝負するってこと、かけるってこと、キラーマシン50枚、うん、うーわ、なんやこれ、うわ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 、バトルロイヤル、今から皆さんに殺し合いをしてもらいます。うわ、もうどこ見てていいかわからんこれ。いいよ、でも順調に勝ち残ってる。これで罠踏むで、罠踏まへんやん。出会った、いけしゃー、よし、行った。はい、プラッタ。勝った枚数135枚、そのまま次の勝負にかける。行くでしょ、そら。天つく。中魔獣67.5倍。いや、大魔神やろ。大魔神さんで行こう。マタンゴが気になるけど、大魔神。マタンゴとの直接対決、いけ！毒放射攻撃、やばいぞ、やばい！攻撃能力が、やばい！手つく、手つく！うわ、誰
って天つく最強やもんな、よう考えたら。ちょっと待って、おもんないおもんないおもんないけど、小さなメダルくれた。何しようとしてんねん。ちょっとだけだからさ、ちょっとだけしてくれよ。わかるわ、ああいう時あるある。止まる、止まったら多分パンもらえるよ。お料理は全部その人が全部食べた。パンくれた。お料理は全部この人が食べた。この宿の食事はなかなかのもんですな。こんな厨房で食うことある？それはうまいか知らんけどやね。あんま厨房で直接食わんよ。商売を大きくするとか言って民に出ちゃったんです。トルネコと一緒やん。いずれ帰ってきてそこでお店オープンしてくれんのかな。でもマジでゴミしかないからな、ここの人たちのお店。ほんまのゴミしかないから。ここ何？グレートバレーナ王管理地、無断立ち入りを禁ず。すぐ入る、すぐ入った。これもしかしてあなたもこの家と店を買いたいんですか。なんたってプール付きだし、商売をやるにもいい場所ですしね。よほど信用できる商人にしか売らない。へえ、ここ買い取れんねや。これトルネコが自分の家にできんのかな。あ、プールもついてて。確かに、なんでみんないつプールを上に作るんやろ。ピチュじゃんぞ、ほんま。なんでプールの下からこう通らすシステムなんですかね。オッケー。いや、鍛冶屋さんがなかったのがちょっと僕的には不満なんやけど。ちょっと待って、預かり所、ごめんなさい。小さなメダル預けよう。これが気になるな。いや、マジで鍛冶屋さんに戻りたい。鍛冶屋さんがあるところに戻りたい。あ、城下町はあるんやな。教会の外のお花の手入れも私たちシスターの大切な仕事の一つですが、ちょっと白っぽい曲。王子様がお城の前のお花畑で泣いていた。ママの王子様は病気だから泣くなんて男なのに育児なしだよね。いや、まあ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 、いろいろ分かってきて、王子様は病気やねやな。で、まあ王子はちょっと頼りない男の子って感じなのかな。グレートバレーナの城下町。おっと、鳥をなんかしとる、わあ、いいやん、いい雰囲気。王子様はすごい美人。コスタリベラの地下にあるモンスター闘技場行った。いや、全然思わないで、全然思わない。やらせが横行してる。この前の船旅から戻ってすぐ王子様が欲しがっておられた銀細工の鏡をお届けしたんです。そしたらなぜか王子様の具合が悪くなって。あ、それラーの鏡的なことやったんちゃうの。王子様がなんかおかしいんじゃない。わかるわ、グイッとやろう、グイッと、こいつをグイッとやろう。何をくれんねや、カルピスか。現役でくれ。めっちゃあるな。いや、そろそろほんまメダルのあれも欲しい、マジで。いつもなら旅で仕入れた品を王様が高く買ってくださるのに、王子様のご病気を治す薬なんて持ってないしな。何でも病気を治す占い婆さんの噂を聞いたことがある。町を出て行った。はあ。っていうことは、
このマップのどこか別のとこにおるパターンか。鶏の世話役は野蛮な匂いがする。こんなとこに200円、こいつとうとうとう。なんだよ、鶏の世話を邪魔しないでくれよ。俺はダグラスってんだが、店屋の親父にクビにされてよ、ここのご婦人に拾われたんだ。でもいつかは店を任されて独り立ちするつもりだったから、その夢が捨てきれなくてさ。あんたもしは商売人かい？店は持ってるのか？もし店員を探すときは声をかけてくれ。ああ、オッケーオッケー、いいねいいね。あそこやな、あそこでトルネコが店を手に入れた暁には店員としてあいつを雇うんや。ダグラスを、マイケル・ダグラスの方を。そこの人、王様の知り合いだって言うからお仕事を紹介してほしくて、みんな友達からついてきたのに。うん、バニーちゃん、パフパフ。え、いいな、ちょっとオープンな感じだったけど、部屋があんなところでパフパフやったら大変なもんなんで。聞こえて聞こえて、もう南の港町コスタリベラに船が帰ってきたんだってな。今頃みんな出店で賑わってんだろう。ああ、そういうことなのか。舶来品ってみんな言ってたからな。クソ呪われてたよ。うちの息子、おじいさんの後来た鍛冶屋になるのを嫌がっててね、立派に学者になるってお城に勤めたのに結局辞めてしまって、何を考えてるんだか。鍛冶屋さん来た、おじいちゃんや。気分乗った時しか仕事をしない。ええー、また来いと。お城の何かを解決しないといけないのか。まあ、すぐ大丈夫そうですけどね。ボンバーキラー、なんだこれは。爆弾系モンスターによる要件。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。三日月島ってことか。コンボも初めてじゃん。この武器は痛むことがないぞ。うわー、痛むことがないぞ、いいな。合成したら効果出んのかな。おし、王子様は一途に愛する王様はどこの国にもおらんぜ。そんな愛してんねや。王子様大嫌い。犬のマイキーのことをバカにする。やめ。占いおばばのも探しに行かなあかんし。じゃあやること多いな。とりあえずでも城やな。城は行ってみて話聞いた方がいいっすよね。私の可愛いミーコやどこに行ったのかしらね。ミーコを見つけてください。ミーコの声は誰よりも強い。猫やね、ミーコちゃん。なんかおったよな。旅の人だから知らないでしょうけど、今行っても入れませんよ。あれ、移動。お掃除って疲れるわ。調味料もいいし、食器もいいし。ちょっと待って待って、城、こっから入るとかそういうことか。王様もしょうがないお方だよ。王子様に何かあるため兵士たちに無理を言って困らせるんだから、あんま評判良くないね。王子様は優しくて綺麗な方。あ、ミーコちゃんや。おにゃおん、助けてあげよう。はい、よし、ミーコちゃん、色してる。めちゃくちゃ色、ミーコちゃんは。帰ってきた。よし、助けた。亡くなったおじいさんが集めていた珍しいメダルですわ。どうせ小さなメダルやろ。小さめのメダルちゃう。じゃあもう荷物が多いね。一枚だけやろ、どうせお前。で、1枚だけや。8枚は欲しい。井戸とか入ってんねんから。え、城はこっからか。ああ、また来てしまった。いくら思っても王子様はもう手の届かないお方。私はサムソン。叶わない夢を見るのが辛くて、お城の学者を辞めた情けない男です。こいつがあれか。も、鍛冶屋の息子か。王妃様に恋してるってことかな。ああ、コスタリベラの、港町で出かけられた兵士長がお戻りになるまで今しばらくお待ちください。あ、いたね、兵士長。これで火事やってくれるのかな。
息子の話を聞いたから間違いないっすよね。ダメだダメだ、一回戻らなあかんわ。まあまあまあ、どうせ小さなメダルも預けたいし一回行こうか。めんどくせえな。あ、いきなり謎の商人が現れた。話をする。え、うわーすげえ、マルチアロー、何これ、大砲の壺。中に入れたアイテムを大砲のように飛ばすことができる。飛ばしたアイテムはモンスターや壁も突き抜けて飛んでいく。大砲の弾、転がしてモンスターや壁にぶつかると爆発する。マルチアロー、撃った矢が5方向に散らばってどこまでも飛んでいく。はあ、いろいろあんねんね、いろいろあんねんね。この出会うんや、謎の商人。地図は、え、バレーナのほら穴はちょっと入らない。あ、なんかあるやん、ほら。え、これはグレートバレーナ王の許可がなければここは通すわけにはいかん。はい、後ほどか。オッケー、じゃあまずは預けまして、薬草も使いたいわ。 HP3 つ入れ、あげれますね、これね。あ、お払いもしてもらっとく、ついでに教会で。それはあり、ありかもな。してもらえんのかな、っていうかお払い、呪いを解く。高っ、高っ。いけたん、雑ない。あ、いけた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 、よし、すぐの、はい、これで終わりみたいな感じで。雑ないか。うん、そういえばお主も見たところ商人ではないのか、しかも旅慣れているようだが、若返りの薬を探しているのだが、どこか手に入る。知らんな。王様をお伝えするのは辛くてな。お主から王様をお伝えしてくれぬか。あー、お主のような商人が言えば分かってくれると。いや、じゃあ早いやん。オッケー、のけこれ。え、コスタリベラ行かれた兵士長の伝言を伝えに。よし、そうなんです、来たよ。うさんくさいおっさん入ってきて話聞くかね、王様も。シャブさんくさいけどな。けど疲れた。私は今大切なことをお祈りしているところなんだが、それでも私何か言おうかな。はい、さあ、兵士長からの伝言。それならなぜ兵士長自ら私のところへ来ないのだ。まさか悪い話なのではなかろうな。それで兵士長が私に伝えるのを逃げたというのか。いえ、そういうわけではないです。変わっても無駄じゃ全く、なんということだ。一国の兵士長ともあろうものが。いや、めっちゃ切られてる、めっちゃ切られてる。あ、めっちゃ切られてる。兵庫県知事ちゃうこれ、やばい。え、めっちゃ切られた、気に悪。ちょっと待ちなよ、王子や。父上、いい加減しないよ、かっこ悪すぎるよ。そんなにみんなを困らせてどうするのさ。父上がそんなじゃ母上の病気も治らないだろう。怒った、いいね。そんまやで、当たることないね。反省せや、おら。もうこやつおるわ、ほんまに。そうか、ほんま取り乱して失礼した。ほんまやな、ほんま謝れ、ちゃんと謝れ一回。何、困ったことでもあるのか。なんとそなたの息子が。それは困ったの。いや待てよ、これはもしかすると王妃の病気と共に解決できるかもしれん。そなたは遥か南のなんとかいう島から来られたのなら、北の山脈をも越えられるやもしれん。北の山脈を越えなあかんのか。あ、その向こうに占い師がいるんやね。なるほどなるほど。ばあさんならどんな薬でも生み出せる。はい、父親が父親に会いに来たわけ。どっちにしても僕には関係ないけど、おじさんは僕に借りができたよね。借りができたね、確かに。ただお前を連れて行くのは絶対嫌やからな、マジで勘弁よ。もう一人旅で行かしてよ、マジで、マジで嫌なの。あれ王妃様、あれ王妃様かな。なんか顔おかしない？どうなされました？私の顔にシワが。
でもなんかその夢関係あんねろな。夢がやっぱポイントになってるっぽいんですよね。なんか関係あんねん多分。シワがとか言ってるってことは年取る夢見てんのかな。大臣っぽい。ほらやっぱり大臣。前の王妃を若くして気の毒な病気で亡くされたんや。王子は前の王妃との忘れがたみなんや。ああそうなんだ。前妻様との。なるほどね。外の世界はあんなに明るくすがすがしい。若かりの薬なんていくら過去の書物を調べても作り方も何も分からずじまいでしてね。すげえトレーニング中や。はい。だから何オーブみたいなのある、まだ子供なのにどこか冷めたところがあってお世話係の私も心配していたのですが、まあでもえらいこうやったよ普通に。ルドルフルドルフガウガウ言ってる。おばちゃんご飯まだ。お城の食堂ってことかな。いやメダルがごっつたまってきてんな。ちゃんと食事しなきゃ。パンしか食べてへん。次の野菜スープを作ってみたけど多分今日召し上がらないんだろうな。一応起きたりはするんやな。寝たきりで、ね、寝っぱなしってことではないんやね。後ろの方向に。一応飯とか食ったりはできるのはできるんですね。心の病気なんや。王様王妃をちょっと甘やかしすぎた。お薬欲しがってる。若返り従ってるわ。はい、もう行っていいってことやんね。これでちょっと待って、一回鍛えてもらえるかどうか確かめてからもう行くことになるな。ホラー穴行って山脈の方に行くってこと。うわぁ、もう全然仕事してくれへん。最悪や、これマジで。もう嫌やって。そうしてくれって、マジで。鍛えずに行くのかよ。いや、嫌やなぁ、マジで。しょうがないか。あれ？入らないバレーナの。ダイス！まあ、一通りシナリオの部分は終わったから。山脈の尾根へ進みます。よし。まあ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 、ちょっとキリがいいので次回こっからとしましょう。なんか卵おるけど。はい、次回こっから頑張ります。